は初先発です。川野のクロス、逆サイドまで行った。徳本一人かわせる。徳本、チアゴ、ヨーディバイスのシュートは正面。あっと、これでる。どうだ、南はブロック、押し込めない、押し込めないか、まだある。ゴール前を横切った。詰めたのが20番の川本でしたけれども。さあ、まだあります。クロスが入って、ヘディングは田代。ヘディングシュート、ポスト、田代クリア。ここですよね。いい抜け出しからいいシュートでしたけど、しっかり上でもね、最高の対応したんじゃないですか、ファーストプレーとしては。クリム。そしてゴールキーパー上田。追いかける川本。左サイドのボールですが、ここはタッチ終わります。おっと、上田が、あ、上田が今倒れています。自分で、そうですね、これ接触があったわけじゃないんですよね、はい、このロングボール蹴った時に右膝ですよね、おそらく。あー、これ後半ゴールキーパーの南に代わって入った上田。あ、そうですね、南、ご覧のように右目の上がだいぶ腫れています。そして上田がここで負傷で交代ということになりますと、もうサブスティテューズ控えゴールキーパーおりません。ゴールを守るのはなんとこの試合Jリーグ初出場、それが初先発、栗本が上田のユニフォーム、31番のユニフォームを着用してゴールキーパーのポジションに入ります。